力を渇望し、永遠に千人でもあろうお方が困惑しているとは。サジ、俺を信じてください。今回は違う。必ず俺が世界を救う。魔性呂布、堕落する前は堕落だと。さらなお前はまだ分かっていないのだろう。黙れ。わけのわからないことばかり言いよって。死ぬ前に自らの無知な言動に懺悔するがよい。いや、これがお前の力か。表面お前が力というものを分かっている。来い。これが滅びた世界の力だ。お前は抵抗することなどできぬ。虫けらめ。お前は力というもの。気をつけて。いめっ。見えた。画面右下の矢印をタップして、次のシナリオダンジョンに挑戦してください。持っているものを全て出せ。急ぎやがれ。竜族か。ここの荒野も荒らされているのか。見えた。だが、こいつらからは悪の力がそこまで感じられない。一体、どこからやってきたんだ。よく見るとこいつら、軍隊に似た服装をしているな。戦いに敗れた兵士が、賊に落ちぶれてしまったか。やっ！見えた。やっ。見えた。竜族を倒してもなお助けの声が聞こえる。ルコン解放は敵がいるに違いない。キャラの能力を上昇させる主な手段です。俺が必ず頭を見つけ出し、上がると竜族を根絶させる。強力な覚えることができます。お前が竜族の頭か。よくわかったな。わしは狩猟。なるほど。お前が狩猟ではないということか。見えた。
賊の狩猟はおそらく山林の深い場所に潜んでいる。早く倒さなくては。ただ何か嫌な予感がする。竜族の狩猟とはいえ賊に毛が生え、我をそこらの賊と同じと申すか。言い逃れはさせない。我も本気を出さねばならぬか。見えたぞ。東方の基礎がしっかりできている。我は弱きも本当にすまなかった。構わん。そういえば何日か前竜族を見たことがあったな。むしろその狩猟とやらを捕まえて我の潔白を証明してみせようぞ。キャラが多ければ多いほどチームが強くなります。我の記憶に間違いはなかった。見つけたぞ。周りに何人か頭らしき者もいる。やつこそが竜族の狩猟だ。見えた。威勢のいい族名、我がきつく懲らしめてやるわい。僕の狩猟はさっき切ったはずだが、前々からこの竜族には違和感があった。様子がおかしい。行ってみるしかないな。ありえん。この竜族の人がそんな簡単に生き返るなどありえない。どうもこの竜族どもには意志がなさそうだ。もしや私兵ではないのか。気をつけて。私兵に油断は禁物です。もたもたしていると食われますよ。見えた。お姉さん、ありがとう。あなたを助けたわけではないわ。ただお姉さん、相当腕が立つように見える。すみません、私は主人のところに帰らねばなりません。ここで会ったのも何かね。またどこかでお会いできるでしょう。この紙幣は噂通りだな。
確かに強敵であった。我ら天武大丈夫だ。この剣には無限の力がある。その力を引き出せばいい。竜族が暴れ回る理由がどうも。ならばさらに奥に進もうぞ。この先の洞窟は一本道だったはずじゃ。その中に何か見つかるかもしれん。やっ、見えた。どいたどいた。さっきの大男は何者じゃ。やつは洞窟の中へ入っていった。俺たちも追おう。何やつ。やはりここか。どうやらダボを奪いに来たみたいじゃな。度胸があるの。さあかかってこい。はっ。彼は竜族と関係なさそうだな。くだらん。わしはその類。公明盛大なお前が気に入った。我らはこの洞窟に黒幕を追ってきた。我らと一緒に民のため戦おうではないか。キャラの絆はキャラの能力を大幅に上げることができます。指定のキャラを集め解放することで絆効果を高めることができるのです。洞窟の奥はこんなに暗くて寒いのか。あとなんだか変な音がしない。暗い道がこの先も続いている。十分に気をつけろ。見えたぞ。はっ。やっ。わしが来た。
来たぞ。おい、さっきあの山道でこれを見つけた。ありがとう。この剣がどんな変化を見せてくれるか楽しみだ。武器突破をすると添付スキルが解放されます。添付スキルはキャラクターによって違った特性が発揮されます。この洞窟の中に怪物がいるとは。くそ、わしが誰かなど。どう、俺の血をお前がどうこうできるものではないだろう。死ぬ前のたわごとか。天下だと笑わせるな。見えた。やっ、動かしてはなりません。あなたは夢なの。気をつけて、寝ている場合ではない。劉備、あなたが真の劉の子ということが知れ渡ってしまった。今後は気をつけてください。玄徳兄者、兄者を。そんなことどうでもいいだろ。俺たちさ、兄者は本当に懐が広いお方じゃ。わしもじゃ。兄者の仁義の心に。よし、これから俺たち三兄弟は生死をも共にする。今から生命台へ行き、生命に俺の誓いを立てよう。